東海道四谷階段は1959年7月14日に風切り公開された時代劇日本映画である。中川忍監督、新東宝製作、配給、総天然色映画、9巻、2088メートル。階段映画の最高傑作として知られている。江戸時代の中頃、備前岡山藩の浪人、田宮家門は、 一度は許されたお岩との婚儀を、お岩の父、四谷左門に保護にされ侮辱されたことに腹を立て、サモンを切り捨ててしまう。その場に居合わせた、中間、直介に入れ知恵された家門は、サモンは、お金蔵破りの犯人を突き止めたために殺されたと、嘘をつき、サモンの忘れがたみであるお岩と、お袖の姉妹を説得して、サモン殺しの犯人にあだちするべく、江戸居旅立とうと誘う。 ところが、左門と共に殺された、佐藤彦兵衛の一子でお袖の言い名付けである、佐藤よも七も同行したために、お袖に、気のある直助は気に食わない。箱根の蘇我兄弟の墓にあだち祈願の巡礼に行く、途上、直助は家門をそそのかし、よも七の脇腹を差しししらとの滝の滝壺に突き落としてしまう。江戸に到着した、家門一行だが、芋品やだを打つ気など、家門には、 さらさらなく、甘津さえ、伊右衛門と、お岩の間には、子供まで生まれて、老人の貧困暮らしにあえぐ毎日だった。ある日、伊右衛門は悪党どもに因縁をつけられていた。旗本、伊藤騎兵の娘、大梅を助け機に入られてしまう。騎兵は、何としても、伊右衛門を、大梅の婿にしたいと願い出るが、伊右衛門は、お岩を振り切ることができなかった。 そのイエモンにナオスケとオウメのウバが飲めば顔が鈍くと見られないくらいに変形するという毒薬の包みを渡し、旗本家に主観する欲に取り憑かれたイエモンは血の道の病に効く薬と偽って毒薬をお岩に飲ませてしまう。さらに、イエモンとナオスケはあんまの卓越にお岩を合姦させ、不定を働いたとしてお岩を離縁する算段を立てていた。 ところが、毒薬の効き目で顔に大きな腫瘍ができ、髪をすくと黒髪が一本残らず抜け落ちてしまうお岩の競争に、恐れをなした卓越は、伊右衛門の悪逆非道をすべて白状してしまう。逆状したお岩は、髪ソりを振り回して、それを喉に刺して死亡。さらに駆けつけた伊右衛門と直おすけは、秘密を知る卓越を残殺した後、二人の遺体を、 不定を働いて死刑に処された男女の死体に見立て、といたに、釘と縄でくくりつけると、長屋裏手の恩棒堀に流してしまうのだった。ところが、伊藤家に戻って、お梅との執言を挙げた伊右衛門は、お岩の亡霊に襲われて狂乱し、お梅を惨殺。さらに、騎兵をも、卓越の怨霊と見誤って、惨殺、逃亡する。伊右衛門は、 温房堀の果てにある沼地では、戸板に縛られて浮上したお岩と卓越の亡霊に図書される。亡霊は、この沼地で偶然お岩の櫛と着物を拾った直助のもとには、すさまじい行僧で現れ、お岩が死んだことを知らないお袖のもとには美しい姿で現れて、よもしちが実は生きていることを告げる。除霊のために、蛇山の暗室にこもっていた家門は、彼が、 伊藤家から大金を盗んで蓄典したのではないかと疑い恐喝する直助を殺し、さらに強いお岩の怨念が見せる幻想から逃げ惑った、挙句、真相を知って、仇討ちに駆けつけたお袖とよもしちの襲撃を受ける。お袖の担当を、自らの脇腹に受けた家門は、お岩への謝罪をつぶやきながら絶命し、それを見届けたお岩の亡霊は、元の美しい姿に戻って昇天していくのだった。 四世位、鶴屋南北の原作21回目の映画化であり、新東宝としても、毛利正樹監督、四谷階段に続いて2度目の映画化となるが、本作は、四谷階段ものとしては、初のカラー映画である。大倉三次ワンマン体制の下で新東宝が毎年、夏工業で、階段映画を公開していた、時期の一本であるが、大倉の発案により、オープニングには、 歌舞伎の様式美を取り入れ、また監督の中川忍がこだわっていた人間の業の深さをテーマとしていて、口日の項目、評価で触れる通り関連作品の中では唯一際立って評判が高い。問いたがしや、お岩が醜く腫れ上がった顔の髪をすく場面など、原作の見せ場も忠実に映像化された。中川忍と彼にインタビューした桂千穂は、 といた返しについて、本作がおそらく初の映像化であろうと語っている。助監督、脚本担当の石川義弘は本作について、一番苦労した海岸映画と述べている。石川によると、当初、大貫正義から脚本が上がってきたが、古臭いので、石川の故郷を背景にして、全部オリジナルで書き直したという。当時は、 大倉三社長がオーケーした脚本を勝手に直すのは大変な配信行為だったが、企画部長に可愛がられていたことで、すんなりと通ったという。通常1時間半の作品は、原稿用紙200枚程度のところ、石川は現場で詰めながら450枚ほどに書き直した。石川によって手直しされた脚本だが、中川忍監督は脚本に対して素直な人物で、 その通りにやってくれたという。石川は中川について、ちゃんとコンテ描いて、キャメラマンに説明しますから、詩人的な人だったと語っている。制作費は、約1800万円。撮影日数は、お化け映画は照明などで、通常より日数がかかるとのことで、22、3日かかった。中川監督は家門が、追梅を助ける場面の立ち回りを省略しているが、他にも、 小沢宇うさぶうの殺害場面など立ち回りの簡略化が随所に見られる。お梅の場面など撮影の段階で立ち回りがなかったといい、これは中川監督の意図的な演出であり、出番を省略された役者たちも納得の演出だったという。大英版は通称大英カラーと呼ばれる輸入品のイーストマンカラーを使用しているが、本作は 前年の1958年に木下圭介監督奈良山節工で初めて使用された生産開始して間もない国産の富士カラーネガティブフィルムを使用した。大英版と本作では色合いや色彩の質感などに差異が認められる。本作品の美術を担当した黒沢治安は東京国立近代美術館フィルムセンターへの収蔵用にリマスターされた 原稿版からは想像がつきにくいがと前置きした上でこの映画をオンボ彫りの水落ちの池に見立てた赤を前編の貴重カラーにしようと考えていたが全体的にくすんだオレンジ色のトーンになり色彩設計はうまくいかなかったと語っている。イエモンが四つや左門を殺害するファーストシーンなどでは泥田のクローズアップから物陰に隠れるイエモンのミディアムショット そこからカメラが交代して、家門の脇を通り過ぎる四つや左門に、家門が追いすがるまでを、ワンシーンワンカットで撮影している。ワンカットの間にポイントが複数配置され、その度にカメラが直角に折り返す。このような技法は直角移動と呼ばれるが、絶えず定位置から撮影する本作では、通常のクレーン撮影では実現不可能なため、専用の機械が新たに開発された。 家門が最後にすがろうとしたフッツ趣味団が逃げていく場面で中川監督は大きなミスをしてしまったこの場面のために美術の黒沢治安はステージを2つぶち抜いて追えば追うほどフッツが遠ざかっていくという仕掛けのセットを作ったのだが中川監督は間違ってキャメラをフッツにつけて撮影してしまった監督自身もこの場面は せっかくの効果を相殺してしまったと後に語っている。若杉勝子は天井から逆さつりになったり染料で真っ赤になった、沼からトイに横たわって沈んだり浮かび上がったりするなど体力の限界に挑戦するような演技に挑んでいる。中川忍には秘密にしていたが若杉は高所恐怖症であり逆さつりのシーンを撮影した日の夜は恐怖で熱を出してしまったという。 ただし、中川があんまり汚くしてかわいそうだからな、綺麗にしてやろうと言って追加された、お岩が美しい姿で焦点する、ラストシーンでは宙乗りをさせられたが、高所恐怖症のことなどを忘れて、気持ちよく空に浮かんでいたと10している。同様に、エミ・シュンパローは大の蛇嫌いであり、直助が蛇の入ったたらいに足を入れる場面はどうしてもカットしてくれと中川に直訴し、一旦は、 受け入れられたものの、撮影現場に行ってみると一匹どころか大量の蛇が、とぐろを巻いていて、そこに足を踏み入れることとなった。もともとは、主役の民や家門には、嵐勘十郎が配役される予定だったが、イメージが違うからとのことで代わりを探すことになり、次に、丹波哲郎に決まった。が、脚本を書いた、石川義弘助監督が、冗談じゃない。 全然下手で話にならないからと中川監督と相談して引きずり落としたという。石川は代わって天地茂を推薦。天地はこの頃まだ主演経験は少なかったが、真面目な人柄と昭和33年の憲兵と幽霊でよくやっていたということで、石川は天地を押したと語っている。嵐の降板について、甘地は同時期に大映が三隅健二監督、 長谷川和夫主演でカラー作品四谷階段の撮影に入ったことが判明。しかも公開日時も同じ1959年7月1日という強作状態になったため、長谷川和夫対嵐勘十郎の対決になって新東方の看板俳優である嵐を傷つけることを大倉が恐れ、すでに実家助役に配役されていた天を役につけ、家女役には エ美俊太郎を配役したとしている。またア地は、嵐が配役される以前から、自分に、家門をやらせてくれと大倉田中川に直訴したと、語っている。また、嵐寛十郎交番後、一時期ア地が家門と直すけのに役を演じるという、案が会社側から出されていた。エ美はもともと現代劇俳優であり、時代劇である本作での起用は、異色だった。 冒頭で殺しをしたイエモンに、直オがすり寄るが、毛利監督版で、同じ直オを演じた、田中春夫が警戒して、少し下がってからすり寄るところ、エミはただ前進するだけである。高村洋造は、そのエミちゃんらしさを、中川さんはケツまで持ってってると表現している。また、天地のイエモンが狂乱する場面では、1対2という立ち回りのため、高村洋造が盾をつけた。 高村は、ア地はそれ以前から、立ち回りの稽古に出てきたりしていたから、僕たちにしても何とかしてやりたいって気持ちがあるし、彼も必死だったねと実会している。お岩役には、独富高橋おでんなど、年一本ペースで中川作品に出演している、若杉勝子が抜擢された。お岩のメイクがおどろおどろしいが、高村洋蔵は、若杉さんは別に嫌がってなかったよ。 それに失礼だけど、女優としてはそんなに二枚目じゃないからねとしており、また新東方での序列は上位の若杉によるお岩役については他にいなかったからね。だから敵役をあえて若杉さんはやったんじゃないかね。役者としてもやっぱり出られることの喜びじゃないかな。それに主役だしね。中川さんがやってくれるっていうのもあったしねと語っている。 池内純子が家門の運命を狂わせるお運命役で出演しているが池内は後に1965年豊田史郎監督の四谷会談では恐れ役で出演した本作では以下のような宣伝ポイントが宣伝部によって各工業館に通達されたありがとうございます